ハロー YouTube フリキチャンネルのケントとお母さんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということで皆さん、今日はですね、はい、神回です。はい、スペシャルヴィンテージが大量入荷しました。こちらも見えておりますが、なんとですね、ベルギー軍のあの名作ブラッシュストロークカモパンツがファーイソシグナルに大量入荷いたしました。はい、しかも今回ね、うん、すごいんだよ、神回ですから、うんうん、なんと全部前期型です。前期型です。なんかさ、うちでも2周年の時に後期型のデッドストック大量入荷して即完売しましたね。そうだね、もう本当あの時もデッドストックの後期型っていうことで、本当希少な入荷だったんですけど、すぐソールドアウトしました。うん、今回実はね、こちら前期型ね、うん、デッドではないんですけども、うん、本当前期って本当手に入りにくいパンツなので、ね、コンディションもグッドユーズです。そうですね、めちゃくちゃいいサイズ、うん、コンディション揃ってますので、今回こちらのブラッシュストロークカモパンツの前期型を深掘りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということで今回ね、ファーイソシグナルにベルギー軍の名作ブラッシュストロークカモパンツの前期型が大量に入荷していきました。はい、でまずね、簡単にブラッシュストロークカモのね、うん、まあ、歴史についてね、ここで簡単にご紹介したいなと思います。今回これベルギー軍なんですけど、実はブラッシュストロークカモってイギリス軍でね、生まれた迷彩柄になります。で本当に古くて、うんうん、1942年ぐらいにイギリス軍の特殊空挺部隊 SAS スペシャルエアーサービスって言われてる部隊が、開発して使われていたのがブラッシュストロークカモの始まりと言われています。で残念ながらね、ブラッシュストロークカモイギリス軍のやつ剣と持ってなくてね、今実物ここに持ってこれなかったんですけど、うんうん、もうあっちはねめちゃくちゃ今値段高くなっていて、うん、で本当希少性がね高すぎてね、なかなか手に入れることができない、代物でございます。そんな1942年にイギリス軍の SAS で開発されたブラッシュストロークカモを、まあ、お手本にね、うん、開発したのが1952年、うん、やっとベルギー軍で独自のこのブラッシュストロークカモが、うん、出てくるわけです。うんうん、でこの古いね、1952年の最初期の方のブラッシュストロークカモ、うん、別名があってムーン&ボールっていう名前がついてるんだよね。で見た感じ違うでしょ。違うね。このさ丸いさ、この本当にボール、うんうん、円形とムーン&ボールなんでちょっと三日月っぽいような柄が入っている。うんうんうん、これ実際に1952年からね作られたと言われていて、こちら実は1952年の今回最初期モデルも入荷してます。そうですね。で最初期モデルの大きな特徴としては、まあ、ちょっと年代、ね、前後すると思うんですけど、このフロントにねポケットついてるんだよね。うんうん、見えにくいかもしれないですけど、このフロントにポケットついてるのはブラッシュストロークカモの中でもかなりね最初期のモデルだと思っていただいて間違いないです。はい、めちゃくちゃかっこいいくない？いや、いいよね、このくすんだカラーっていうか。そう、これねブラッシュストロークカモが、まあ、日本以外にも海外でもすごく人気の高いんだけど、うんうん、まずね見た感じ違いとしては、うん、アメリカ軍のウッドランド迷彩とかさ、すごくインパクトのある迷彩に比べて、うんうん、こう独自の癖のある柄なんだけども、そうだ、ね、色味がねワントーンちょっとくすんで落ちたような感じで、うんうん、ちょっともう芸術品の域になっているぐらいの雰囲気が出てるパンツです。うんうんうん、で今ケントとお母さんがこうやって今着用してるんですけど、めちゃくちゃコーディネートがしやすいのと、ちょっと履いてみるとね、うん、クロート感が出る。うんうんうん、確かに。そうでね、すごい履きやすいんだよ。いや、すごい履きやすい。これねイージーパンツみたくなってて、うんうん、ウエストにねこの太いねウエストコードがついていて、うんうん、一見ねこのウエストオーバーパンツなんでもともとウエスト、うんうん、太いんだけども、ギュッてこうウエストのさドローコート今絞ってるんだけど、うん、これを絞ってね履くことによって全然問題なくね着用できる。履き心地もめちゃくちゃ楽だから、私結構大きいサイズだけど、うん、ギュッと絞ってるから別に何も普通に履けるね、うん、楽でしょ。ベルトもしなくていいから。そう楽で、お母さんと合わせるとトップスの今回ユーズのドライバーズジャケットだけど、うん、レザーとも合うし、合う、ね、もう間違いなくもう本当にこのヨーロッパのねヴィンテージのフレンチのモールスキンとかとも相性がいいので、いろんなトップスとね合わせやすいです。うん、普通にスウェットとかもう全然 T シャツカットソーとも相性がいいです。うん、でさらにまたこの話に戻っていくんだけど、うん、これが1952年ぐらいの最初期がムーン&ボールっていう柄だったに対して、うんうん、その後1954年ぐらいから皆さんご存知のこのブラッシュストロークカモ、まあ、ベルギー版のねブラッシュストロークカモが生まれてきます。ね、うんうん、で先ほどの柄と比べると全然違うのが、この丸いさこのボール状の
柄じゃなくなって、うん、もうその名の通りブラッシュストロークといえばもう筆でガッガッと殴り描いたようなこんなようなね、確かにね、ちょっと荒々しいような柄になっていきます、うん、ただこちらのブラッシュストロークカモも、1950年代のもので、うん、まあ本当にちょっとワントーン落ちた色味なんで、こっちはこっちですごくかっこいいです。そうだよね、これも一応前期型なんだよね。そう、これもその中でも前期型で、うんうん、同じようにこのウエストにドローコードがついていて、うんうん、っていうことですね。そうだね。じゃあ次に、じゃあ前期と後期の違いをねご紹介していきましょう。こちら後期型です。でこちらね前回 Z ストックで入荷してきて即完売しちゃったんで、うん、これケントの私物今回持ってきたんだけども、うんうん、同じブラッシュストロークカモの柄なんだけど、うん、後期の方のパンツになったらこれフロント見てみて、同じようにウエストコートついてるんだけど、実はねボタンフライになってる、うんうん、前期型はここ開かないです、ボタンもついてないです、うんうん、だけど後期になるとボタンフライになっていて、うん、あとは細かいところで言うとサスペンダーボタンがついています、うんうん、そしてさちょっと生地触ってみて、生地感が全然違うでしょ、ね、前期と後期、うんうんうん、実はねこれ後期型になると生地がもっと厚くなって、でよりね張りのあってねすごく硬いね重めの生地にね変更になってるんです。で前期型になると若干ライトな柔らかいこうコットンの生地、まあ両方ともコットンなんだけどね、このねダブニーっていうんだっけ、そうダブニー、これが、うん、なちょっと広いんだよね、これは本当膝あたりだけだけど、はいはいはい、それが広くなってるっていうのも、ね、確かにねこのダブニーの当て布の丈の使われてる長さが、うん、後期の方が長いのか、ね、長いと思う、確かにそういう細かいところもあります、うんうん、だから余計硬いのかも、ね、でこれまたね後期は後期ですごく良くてさ、これ私物でもよく履いてるんだけど、うんうん、この張りのあるめちゃくちゃ硬い丈夫な生地なんだけど、うんうん、履くとねストーンと綺麗にシルエットがこう出やすいので、これもこれでねすごくいいです、うんうんうん、で前期型と後期型のあと細かいところで言うんだけど、裾なんだけど、うん、これ後期型ちょっとケントはこれ泥コードね切っちゃってるんですけど、うんうん、前期型だと普通にイージーパンツみたいな裾がね絞れるようになってるんだけど、そうだね、後期はただ紐がついていて、このねちっちゃい穴にその紐を通して縛り付けるようなね、ギュッてね、まあすごく簡単な作りになっています、うんうん、こちらもこちらでかっこいいです。で皆さんご存知の通りこちらがパンツ で、うん、でさらにこれ空挺部隊のデニソンスモック、これもベルギー軍のブラッシュストローク、これもケントの私物なんですけども、うんうん、まあ、これも生地ちょっと触ってみて、あめちゃくちゃ丈夫な硬いコットンなんだけどコットンなんだね、すごいでしょう、すごい、なんかテントクロスみたいな、テントに使われてる生地みたいな、うん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 、ただこのねデニソンスモックもめちゃくちゃかっこいいので、うんうん、もちろん上下で存在します、うん、でうちの店でもデニソンスモック過去にすごく大量入荷して一気に全部ソールドアウトしちゃってるんですけども、うんうん、これもねもうおすすめなので見つかったらね絶対買うべきだと思います。即買いですね、はいはい、でさらにねこの50年代に今のベルギー版のブラッシュストロークカモが確立していくんだけど、うん、こちらさらに今ベルギー軍の新しい迷彩パターンとしてこのジグソーカモっていうパターンですね。あ、今現行なんだもんね。これね今現行でもねベルギー軍で使われていると思います、うんうんうん、でこれもう名前の通りジグソーカモとかあとパズルカモって呼ばれてるんだけど、うんうん、見てジグソーパズルみたいな迷彩柄になってるんだよね。そうだね、はめ込んでった。そう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 、これが実際にブラッシュストロークカモが廃盤になってジグソーカモに移り変わっていくというような流れになっています、うんうん、で今回話は戻りますけども、うん、こちらの前期型だね、うん、ブラッシュストロークカモのオーバーパンツ本当にかっこいいの で、はい、で3期言った通り後期と違ってここね開かないんです、うんうん、で本当にこの最初期モデル今回1952年のモデル、うん、こちらも数本、入荷しております。これなんかは本当に今じゃなかなか手に入らないんじゃないですか。すごいよね、初期もう最初期があるっていうのがすごい、すごいよね。なかなかだってやっぱり今までいろんなものを扱ってきたけど、うん、もう初期型って言っても何年か経っての初期、何年だろう、 1,2 年とかのやつで本当の初期ってなかなか見ることないよね、うん、そうだね。でおそらくね今回入荷してきた年代見ていくと、うん、タグに1952年って書いてあるんだけど、おそらく1952年モデルだけがこのフロントにね、うんうん、こうポケットがついてるんです。でそれ以降になると、うんうん、こっちのタイプかな、柄はムーン&ボールのものもあるんだけど、ね、このね左側のサイドにだけ横にねこのポケットが映ってくるって感じだね、うんうんうん、はいはい、細かいところで言うとこんな感じです。そうね、はい、いやでもねこの柄のねこちょっとトーンが落ちたね、うんうん、ブラッシュストロークカモのね、まあ、これも厳密に言うとムーン&ボールですけど、うん、めちゃくちゃ雰囲気いいです。
いや合わせやすいよね多分。すごい合わせやすい。アメリカのウッドランドカモになると派手すぎるから、うん、そっちに目が行きやすいけど、そうそう、ちょっとねあまりにもミリタリーしすぎてるんだけど、うん、これも一見ね、まあ、もちろん迷彩柄なんだけども本当に実物のヴィンテージの軍物っていう感じがあえてしないっていうか、そう、分かんない人は知らないと思う。そうそう、ハイブランドとかでもこれもうサンプリングしまくられてるぐらい本当にもう有名な柄なんで、綺麗めにねテーラードジャケットとかコンブレとかと合わせてもすごい綺麗めな時にもね着用いただけるので、そう、いや今回の本当に太いやつでも履きやすいから女の子でも履けちゃう。そうだね、お母さんでも履けてるからね。そうそう、結構お母さんもそれ多分サイズ表記4とかの結構大きいサイズなんだけど、で丈もねそんなにすごい長いわけでもないんで、私はしぼませて履いてます。はい、でケントはねこれねロールアップしてるんです。あ、本当だ。こんな感じで履いてもねバランスいいんで、ちょっと着用動画見ていただきましょうか。はい、はい、それでは行ってみましょう。はい、ということで着用動画を撮っています。身長165センチ、体重70キロで、ブラッシュストロッカンパンツ、結構古いモデルのムーン&ボールの方ですね。サイズ表記4番履いてます。いや、かっこいいね。うんうん、いいね。で裾はどうします？裾はね、はい、2回ぐらいロールアップしてるかな。あ、2回ですね。はい、はい、でサイドにポケットがつくタイプです。あ、本当ですね、うん、かっこよくない？いや、いいと思います。シルエットいいですね。シルエットめちゃくちゃいいよね。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？はい、あ、すごく、あ、真後ろの方がいいかな。こんな感じ。うんうん、いや、っていうかね、履きやすいよ。これもウエストめちゃくちゃ太いやつをさ、これ今ドローコードでギュッと思いっきり絞って履いてるんだけど、うんうん、ね、はい、落ちてこない？落ちてこない。いいね。で今これフレンチヴィンテージのモールスキンとの相性も抜群ですね。そうですね、ユーロヴィンテージっていうか、うん、ブルーモールスキンと着てるけどブラックモールスキンとも絶対合うし、うんうん、でハンドポケットもねすごいの、これオーバーパンツなんだけど、うんうん、貫通式じゃなくて普通に袋がついてるんですね。使えるポケットっていうところもポイントです。はい、はい、おすすめポイントですね、はい、で今これレザーのシューズでレッドウィングのポストマン、オックスフォードポストマンシューズ履いてますね。いいですね。かっこいいでしょ。いいです、いいです。いや自分身長165センチしかないんだけど、はい、サイズ表記4番でも2回ぐらいのロールアップで履けちゃってるんで、うんうん、でもちろん裾にはねこんな感じで、はい、あの絞れるドローコートついてるの本当はね、はい、これをギュッと絞って履くこともできます。はい、はい、やっぱりさ、さっき言ってたんだけどこのブラッシュストローク缶パンツがさ本当にここまで人気が高いのはね、うん、このちょっとワントーン落ちたこの色味がね、うんうん、めちゃくちゃ大人な雰囲気、くすみカラーですね。本当これ1950年代のベルギー軍の実物のパンツを履いてるって見た人は分かんないぐらいすごい洗練されたね、はい、高級ブランドでもこうサンプリングしてるわけが分かるというか、そうですね、うん、いいと思います。はい、はい、ということでお母さん行ってみましょう。はい、とお母さんまずはい、ジャケットは何着てますか？ジャケットはユーズドのドライバーズジャケットゼロサイズを着てます。これやっぱいいね。すごいいいです。女性でも着れるユーズドの新サイズ、うん、ドライブズジャケットのサイズゼロ、透け感がちょうどいい、はい、いやレザーとブラッシュストロークカモの相性いいね。すごいいいです。シューズは実物のドイツ軍のジャーマントレーナーですね。はい、お母さんこれ今回さロールアップしてないでしょ。あ、そう、サイズ表記で言うと何番？あ、4番だよ。これも4番、ケントと同じだね。一緒だけどしないでちょっと中に内側に入れてるけど、あ、裾でしっかり絞って絞って履いてる感じですね。ちょっとこう中側に入れて、すごいね。お母さん身長何センチだっけ？身長153センチです。153センチのレディースでもロールアップしないで履けてしまっている、はい、っていうのも秘密があってかなり上の方でね、そうです、そう、イージーパンツみたいにこれしっかり上の方で縛って履いてるので、女性の方でもね、普通この辺なんブラッシュストロークここまで上げてる、すごいかっこよく着れるんで、はい、シルエットもいいね。うん、すごいいいと思います。でこれもあれだね、最初期じゃないけどムーン&ボールで、そうだね、うん、そう55年かな、55年だそうだね。なのでこれサイドにポケットが、ポケットはサイドのやつですね。はい、いいね。うん、すごくいい。いや動きやすい、すごい、うん、ジャーマントレーナーとの相性もいいね。うんうんうん、いいと思う、うん、
でこうシンプルな T シャツにも合うし、うん、いや何にでも合うね。そうだね、今回みたいにこう US ネイビーのプリント T シャツにレザーで合わせてちょっとキャップで、うん、そうそう、ちょっとボーイッシュな感じで、でこういう柄だからなんだろう、やっぱ子供がいるとさ汚れやすかったりもするんだ、うんうん、だけどそんなに気にならない、そうだね、のがすごくいいなって思ってる。いやでも意外と本当にちょっと落ち着いてるんだけどもすごく癖のある柄で、これハマりますね、うん、ハマります。いや、うん、すごい履きやすくてすぐ手に取っちゃう。いいと思います。最後振り向いて、はい、あの後ろも見せてください。いいね、うん、全然いけちゃってるねサイズ的にも、うん、違和感ない、長いなと思わない、うん、やっぱそういうのはね裾でこう絞れるもののいいところというか。はいはい、ありがとうございます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。いや本当に神回だね。本当ね、スペシャルヴィンテージですよ今回は。本当にだってブラッシュストロークカモって、うん、後期であって、うん、なかなか出てこないよね。いや本当に後期のブラッシュストロークカモパンツでも出てこないですよ今も。そうだよね、それが前期だし、うん、今回全部前期型です。初期もあるし、そうフロントポケの最初期のムーン&ボールもあるし、そうムーン&ボールもある、しかもねサイズもねすごくいいですよ。そうびっくりするぐらい丈長すぎるのとかもないし、うんうんうん、ウエスト太くてもねドローコードでギュッと絞れるし、うん、そうそう、でコンディションもね、うんうん、リペアたまにあるのもあるんだけど、うんうんうん、バッチリグッドコンディションです。いいと思います、いいと思います。はい、そんなね今回入荷しましたこのベルギー軍のスペシャルヴィンテージ、ブラッシュスローカモの前期型ですね、うんうん、はい、はい、気になる販売開始時期は、はい、この動画が公開された翌日の夜20時8時から一斉に販売開始をさせていただきます、はい、動画の概要欄にファーイストリンクの商品リンクを貼ってますので、はい、ぜひ皆さんねお見逃しのないようにチェックの方をお願いいたします。はい、はい、そしてね、はい、新しい情報ありました。そういえば、はい、お母さんがですね、はい、インスタグラムのアカウント開設しました。はい、始めました。はい、お母さんのインスタグラムのアカウントも動画の概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんねチェックしてフォローしてあげてください、はい、フォローしてください、お願いいたします。お願いします。では今日の動画が参考になった方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録がお済みじゃない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして古着チャンネルケントと古着チャンネルお母さんと、はい、そしてファーイーストシグナルのインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。いやでも本当にこれ皆さん、うん、お見逃しのないように、うんうん、こんなにまとまって出てくること本当にめったにっていうか今後多分ないぐらい、いやないよね、奇跡的な入荷になってますのでお見逃しのないようにお願いいたします、うんうん、それでは次回の動画でお会いしましょう。古着チャンネルのケントとお母さんでした。グッバイグッバイ。